こんにちは、モザイクワーク代表杉浦です。なんと今日はですね、この新潟就活チャンネルにスペシャルなゲストをお呼びをしております。株式会社モザイクワーク代表野沢洋介です。よろしくお願いします。なんか登録なんかうまくできないみたいな思春期に女性と関わってなかったので。わかりますこの反応どうでした？モテました？いや全然モテました。モテたんかい。試合出れないときめちゃくちゃ辛いんですよ。めちゃくちゃ不適されてましたね。そうなんですか。意外に。そうなんです。野沢さんはその現役をスタートされる手前のところですよね。このプロに初めてなられたときから、まあ引退を得て今の その営業部としての、しかもアルベレックス新潟の会社に入るというか、そういったキャリアが描かれてますけれども、なんかいかがですか、こう今を振り返ると、ご自身、なんか慣れてる自分に慣れているのか、なんかもっと違う本当はこうキャリアを考えていたのかとか。結果的には、今慣れてる自分には慣れてるんですね。はい、まあ、ちょっと遡ると、まあ、プロになって、まあ、どこまでやれるかなっていうところが、一つ若い時はそう思ってたんですけど、まあ、やはりある時から試合に出れるようになってからは、とにかく1年でも長くプロサッカー選手を続けたいと。サッカー選手っていうか最高なんですよそれはなぜかっていうと、はい、1試合勝った負けた、ね、自分は昇格したできなかったっていうその思い、感情をやはりこう家族だったりサポーターだったりチーム関係者、いろんな方と同じ気持ちになって共有できるっていう素晴らしい職業だと思って、この感覚というか感じは絶対他の仕事じゃ味わうことができないなっていうふうに思っていたので、とにかく1年でも長く続けたいっていう目標をやると思ってやってました。でそれが結果的に40歳までプレーできたんですけど、じゃあどうやったらそこ何年でも1年でも続けようかなって言ったら、やっぱり1年ごとの勝負で今のその日のこう練習をなんとか頑張って試合に出れるよって活躍していたら契約満了になることはないっていうふうに思っていたので、そういうことを1年ずつ続けて40歳まで来ましたと。偶然にもこう、ね、人と助けもあって、で最後アルビレックスにまた選手として戻ってこれた時に、あこれ引退して終わったらやっぱアルビに残ろうと。でその時にやっぱコーチと今やってる営業とっていう風になった時には、これはやっぱアルビレックスだからこそ僕がこのキャリアを選んだという理由があって、こんだけのサポーターがいて、これだけ応援してくれる素晴らしいチームだからこそ、営業という立場になって、そして僕が2002年から5年、6年の時に4万人になったスタジアム、ここでプレーした経験があるものとして、ぜひ、サポーターにその4万人の中で応援する感覚を味わってほしい、そして選手たちにも4万人の中でプレーするしてもらいたいっていうところを自分の中で、まあ、目標に、まあ、こっちの道に進もうというふうになったので、昔から何になりたいっていうふうに思っていたわけではないですけど、まあ、最後の方やはりアルビレックス戻ってきて改めに今この営業というところになれたっていう意味では、まあ、イメージ通りに来ているという。選手からしてみるとなんか受け入れがたい部分もあるし、でも現実として考えなきゃいけないし、全く想像できないレベルでなんかいろんな葛藤があるんだろうなって気がするんですけど、まあ、そもそもどういう瞬間にそろそろかなって思われたのかとか、その時になんかどうご自身の中で受け入れたのかとか、なんかその辺り教えていただいてもいいですか。まあ、引退に関しては本当に人それぞれの考えがあると思いますよね。で先日引退した大久保選手もまだまだやれるうちにっていうところもあるし、
まあ、三浦和さんだってまだまだ現役でっていう、やっぱその、ね、引退に対しての思いはちょうどあると思いますけど、まあ、僕の場合にはアルビレックスで長くプレーしてきて、やっぱサポーターっていう存在があって、新潟の町、新潟の人たちが好きになったところで、やっぱサポーターに恩返しがしたいと、この先また新潟で仕事をして、まあ、いろんな人とこう携わっていきたいっていう思いがあったので、最後2019年に、プレイヤーで戻ってきて、まあ、アルビで、まあ、クビというか戦力外になったら、まあ、このまま引退してアルビレックスに入ろうかなっていうふうには思ってました。まあ、ただ僕の場合その幸いなことにというか、長年やってたってこともあって、まあ、そういう話をもらったんですけど、選手みんながみんな引退したところで、まあ、コーチにしても何にしても雇ってもらえるわけではないので、だそういった意味では本当にこう2人はあの、まあ、チームの中でもより積極的な、そのセカンドキャリアに対して積極的なあの 方だと思いますけど、やっぱりこのじゃあ第二の人生、ね、アスリートのセカンドキャリアって非常に問題ですけど、どうしていったらいいんだって言った時には、やっぱりこの自分で、まあ、イメージしたり、逆にイメージできないがために、やっぱいろんなことをこう経験したりやっていくしかないと思うんですよね。でそういった意味でアルビというのは非常にパートナー企業との いろんなこと取り組みをしてつながりも強いと思うので、こういう経験をたくさんしてもらって、あ、こんなこともあるんだっていうふうに思ってももらいたいし、まあ、それを、まあ、2人が言ったようにサッカーに生かして、またアルビをね、こう強くしていいチームにして、サポーターから愛されるチームを作ってもらいたいっていうふうに思いながら、ちょっと2人の話を聞いてましたね。実際に、まあ、次のキャリアを歩まれるときに、まあ、コーチというもちろん選択もあれば、その、まあ、今の営業も含めて会社の中に入るっていう選択もある中で、コーチになってから営業しようとか、なんかいろいろ多分選択はあったと思うんですよね。でその中で割とこうストレートになんか営業行かれたっていうのは、僕らみたいなこう 素人のサポというか、こうファンからしてみると、あ、そうなんだって意外だった部分もちょっとあったんですよ。でも意外だったけど嬉しかったっていうのもあるし、あ、なんか本当にこう心からアルビレックスをやっぱりこう盛り立てようっていうお考えなんだなっていうことも感じたんですけど、なんかそのあたり葛藤はなかったですか？もちろん多少は悩みましたけど、やっぱりそのアルビレックスっていうチームだからこそこっちだっていうふうに思えましたよね、うん、もちろんその22年間プロをやってきたので、自分の培ったこの技術を伝えたい、伝えてその子たち、まあ、プロ選手かわからないですけど、どういう選手に育ってくれるかなっていう、そういうところのこう興味もあったんですけど、やっぱりアルビレックスっていうそのチーム、新潟っていうこの場所があったからこそ、僕はこっちをすんなり選ぶことができましたね。うん、あまりそこにこう迷いなく、はい、割とこうすっと入られたっていう感じですね。はい、でもまだ1年なんて分かりませんけど。あ、まあ、そうですよね。2年経ったぐらいなんで、まあ、まだこれからあるじゃないですかね。来年あたりもしかしたらボール蹴ってくるなんかこうはめて終わってるか、はい、ありがとうございます。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。なんとですね、島田選手、高見選手から素敵なプレゼントをいただいております、こちらにですね、お二人のサインをしていただきました、こちらの、サイン入りのですね、T シャツを3名の方に、プレゼントをしたいと思います、応募方法につきましては概要欄をご覧いただいてですね、ぜひお申し込みをいただきたいと思っております。締め切りもございますので、締め切りも含めてですね、概要欄よくお読みいただいてご応募いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。